はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。京新オメーションね、本日、ビワプロはね、日高店さんに来ています。はい、まあ、この動画をね、ご視聴の皆さんどうでしょうね。もうね、いい加減ね、このビワプロ日高店さんもかなりの数配信しましたんでね、もう覚えた方も多いと思うんですが、実は今からね、実演即売会ということで、はい、マストツールさんのブースへ来ました。なるほど。あ、これはこれは笑顔の素敵な田中さんじゃないですか。はい、今日はね、よろしくお願いしますよ。よろしくお願いいたします。はい、田中さん、はい、ちょっとね、 QC ソケットですよ、たまにいるんです。あの、外し方が分からなくて、いろんなとこガチャ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 、ボルトクリッパーとか、あとあの、我々あの番線カッターですよ、はい、ガチャ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 切って取り外すのを見てて、いやいやいや、おいおいおいとなることがあるんですけれど、これメーカーさんから一つ、はい、まあ、注意喚起ではないけれど、ここを切っていただくのが一番スムーズですよというところで、はい、これまず購入した場合って、どこを 切って取り除くのが一番ベストなんでしょうか。はい、はい、一応こちらご購入いただいた際に、はい、一応ちょっと見えますか、これ見えます。1番、1番をカットする、これ1番のところカットしていただきます、うん、要はまあ切らないといけないってことですね。はい、ここを今切っていただいた状態です。はい、切った状態、はい、はい、で次の2番、2番、倒す、倒す、まあ煽る、今カチッと言いましたね。はい、はい、で倒させていただいて、それでもうこちらの方は上の部分は終わりになります。終わり、はい、はい、で次は QC ソケットの矢印と矢印を合わせていただいて、はい、抜き取ることができると。はい、よくわかりました。はい、まあ、あえてね、もう一度 QC ソケットの着脱というところで見ていきたいんですが、はい、よろしいでしょうか。はい、はい、お願いします。まず QC ソケット、はい、ソケットと違うところというのが、まずオーリングとピンが必要ない。オーリングとピンが必要ない、はい、それによって多分わざわざの現場とかで、うん、ピンがなくなったりオーリングがなくなったりっていうことがなかったり、取り外しがないっていうのが一番の便利な。おー、なるほど、そういう特徴があるということですね。はい、なるほど、はい。そしてまず今、まあ、この矢印があって言いますが、こうしましょうか、わざとにね。はい、はい、そしたら今これで、抜きたい場合どうしましょう。はい、今日はこの矢印と矢印、はい、矢印矢印合わせていただいて、まず合わすということですね。はい、そしてスリーブを緩めて引き抜くと。なるほど、矢印と矢印を合わすことによって、これちょっと皆さん見えますかね。はい、これね、そうですね、ちょっともうちょっとスリーブを押していただくと中にボールが見えるんですね。はい、このね、フリー、要は車で言うとニュートラルです。そう、ニュートラル、いいですね、はい、この表現使わせていただきます。なるほど、そう、ニュートラル、ニュートラルになりましたね。はい、まあ、フリーです、はい、そういうことなんですね。で、今度つけるときはどうしましょう。つけるときは、はい、矢印、矢印ももう一度合わせていただいて、はい、ニュートラルの状態で、ニュートラルの状態で入れていただいて、差し込むと。そして最後にちょっとそうですね、回して、ということですね。なるほど、そうすると使うことは可能です。ニュートラル、はい、大丈夫ですか、これ上司何言ってんだ言われないですか。そんなこと言ってねえぞ。大丈夫ですか。大丈夫です、はい、新しい言葉、新しい言葉ということで、はい、笑顔の素敵な田中さんでした、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。クイックつかレンチ、なるほど、ちょっと実演お願いします。はい、まずこちら14から32まで対応しております、うん、はい、ボルトのサイズですね。はい、こういう形で親指で広げることができます、うん、できると、はい、なるほど、掴んでいただいて回す、うん、はい、回す、また外して回す、回すってことができるという、うん、優れもの、優れものになっています、うん、また緩めるときはその逆基準ってことですね。逆をやっていただけたらこういう形で、はい、緩めることができると、できます、はい。で、このスパナーの部分、ちょっと皆さん注目してほしいんですけど、こちら田中さん、はい、クイックスパナー、はい、まあ、要は早回しができるということでよろしいですか。はい、あります。はい、回してそのまま、うん、回して、うんうん、そのまま回して、はい、また逆に、緩める場合も同じことですよね。いくつはこのような形、うん、はい、なるほど、はい、いや面白いですね、うん、つかレンチということでした。はい、このワイドモンキーですね、はい、こういったね、変わった形をしているのが特徴の一つでもあるこのモンキーなんですが、表彰部や奥まった場所のボルト回しに使うことが可能です、うん、なるほど、インパクトとかの 6.35 のフィットを入れていただくと、はい、皆さんちょっと見ててくださいね。皆さん分かります、このギア回ってるの。ということは田中さん、はい、はい、ズバリもう一度お願いします、はい、どういうことでしょう。こう狭い場所とか、うん、入らない場所とかでのボルト締めなどにも使うことができます、うん、使うことができるということで、はい、優れものということですね、はい、こんな形で入らないところとかに入れることができます。あ、実は私もこれ現場で使ってて意外と役に立つ場面が出てくるんです、いろいろと出てくるんですね、はい、
うん、まあ一本あれば解決策の一つにいいと思います。はいはい、続いてね紹介したいのがこちらですよ。これ見てください、ハサミです。あのね、倍力ハサミとかね、何やらこのマルチストレートハサミであったりね、そういったハサミも実はね、マッソツールさんもうずいぶん前からされてますよね。はい、はい、にもかかわらず、まあ、ちょっと認知されてないところもあったりするのかなと僕は思ってて、改めて、より詳しくちょっと特徴なんかをね聞ければいいなと思ってます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。田中さん、はい、こちらこの倍力ハサミということで、はい、これは何、強力に切れるという意味でいいの？はい、切れます。おお、その大きな特徴としては何でしょう？はい、まずこちら鉄が 1.2、うん、まあ、鉄の厚み 1.2 まで切ることができる。はい、でステンレスですと 1.0 まで、うん、ステンだと 1.0 まで切れる、切断が可能になっています。今ねちょっとここにアルミの板があるんですが、はい、ちょっとそれ切ってもらいます。あ、もうだいぶやられてるね。はい、展示会とかで切っていただいて、あ、もう切れるんだ。はい、まず最初特徴として、はい、ここですね。うんうん、あ、そこにロックがあるってこと？ロックがあります。あ、なるほど。それを押すだけで取れます。使いたいときに片手で、うん、実際こう何か切ろうとしたときに片手でこうパッて、うんうん、あ、もう開いてるから、開けることができるとか、ね、あ、なるほど、便利だと思います。ちょっとこうもう実際切ってもらいましょうか。はい、はい、アルミです。アルミです。はい、サクッと、もうちょっとこの角の方で、はい、なるほど、ちょっとこうしてみましょうかね。はい、もうちょっとその切れ味というか感覚が知りたいです。はい、ちょっとやってみていいですか？はい、じゃあここを切らさせていただきますね。ちょっとボケますか、これでいきましょうか。はい、いきますよ。あ、なるほど、すごくスムーズ。はい、鉄なら 1.2 までいけるってことですもんね。はい、そしたらですね、はい、ちょっとその板を置いていただいて、はい、結束線ありましたね。はいはい、このアルミの上でパチッと切ってもらっていいですか？簡単に切ります。はいはい、だから土工さんであったり田の工さんであったり、まあ、雑工さん、はい、まあ、飛びももちろんそうなのかな。要は解体する現場に一つあればあったで意外と需要性あるのかなというふうに思ったりもしました。はい、はい、これが倍力バサミ。はい、倍力バサミということで、はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。でこの隣はどうなりますでしょう？はい、こちらマルチですね。はい、マルチのストレートバサミとマルチの R バサミになります。 R バサミ、はい、それのちょっと特徴なんかも、はい、はい、まずこちらからストレートの方から、うん、ストレート、まずケーブルが切ることができます。ケーブル、はい、まず特徴的なのが普通のハサミと違うのがここにちょっと突起というか出てるのが分かるでしょう。うん、ある、分かる。こちらですね、うん、何がついてるかというと、段ボールとか取り出す際に、はい、段ボール取り出す際にこう切ることができる。切ることテープを切ることができる。段ボールをその梱包してあるテープの話、ね、切ることが、あれ爪で B じゃダメなの？はい、こちらで切ることが爪ではなくてこれで切ること、死の先ですじゃダメなの？はい、あ、ダメ。一応このためについて、あ、そのために作ってあると、はい、なるほどね。これは刃物になったら、あの要は紐とかもそれで切れたりするのかな？紐は切れないけれど、テープは切ることができます。そうなんだ、はい、面白い。ちょっと刃先見せてもらっていいですか？はい、あ、ちょっとボケちゃいますけれど、あ、なるほど、ここで切ることができると。あ、でもすごく大きく開くんですね。はい、あ、そうなんだ、はい、はい、そしてもう一つの方はどうなります？はい、はい、こちらは、ま、比べていただくと分かりやすいと思うんですが、R になっております。 R になっている。 R になっていることで、うん、モールとかも切ることができるような。あ、なるほど、はい、そちらもその段ボールのテープをスッと切ることも可能と。はい、こちらでこの部分で。それもそういう構造になってんだ。はい、この倍力の場合はスッとこう握ったら、はい、ロック解除だったじゃない、はい、これの場合はこちらはないんですよ、手で。ああ、そういうことなんだ、はい、これで片手でできるので。このギザは何？こちらはですね、あの線ですね。あ、抜くことができる。抜くことができます。あ、なるほど、はい、うんうん、あ、なるほどね、はい、線向きだ。あ、一応両方ついております。あ、両方ついててってことね、はい、なるほどね、うん、はい、もうそのままいきますけれど、はい、最終的にこのハサミ、これは何でしょう？はい、こちらのハサミ、普通のハサミではなくて、はい、結構変わってる部分がありまして、はい、触っていただけたら柔らかい。あ、皆さん見てこれ。それは何故に？
これずっと使ってると疲れてしまうじゃないですか。疲れる。ずっと使う方こう疲れてしまうんですけど、はい、ここが柔らかいと疲れることがやっぱり手が痛くならないので。おお、考えましたね。はい、結構面白いですね。結構柔らかいです。あ、本当だ。柔らかい面白い。例えばこれフッ素がついてますので、フッ素が、はい、その歯に、歯にフッ素がついております、はい、ああそうか、そういうことか、分かった。くっつかないってことか。くっつかないです。くっつきにくいっていう表現の方がいいでしょうかね。まさにああそういうことだ、はい、ベターってくっつくことはない、まあ、ないってことですね、はい、くっつきにくいということですね。あの事務所に一つあってもいいですし、ね、ということですもんね、はい、何でも切れますもんね、はい、いやでも僕はこの倍力意外といいかなと思ってるんですけど、この口先はまあこれしか開口、まあ、開き口がないというところで、はい、まあ、どうなのかな。でもまあ鉄 1.2 まで切れるんでね、まあ、ある程度のいけます。だから、何でしょう、あの軽点剤、軽点剤、はい、ね、うん、軽点剤であったりっていうのも、もう皆さんそういうことですよ、切れますよ、はい、いうことです。はい、僕はこれ一択かなってことですね、はいはい、どれも売れてる商品になってます。売れてる商品ということですね、はい、すいませんロックお願いします。ロックはちょっと片手で開くことはできないです。片手でなんかロックもお願いします。一応ここで押していただけたら、はい、あ、そうなんですね、はい、はい、じゃあロック、はい、すいません、はいはい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます、はいはい、職人の方必見ということで、実際にグリップを触れて試してください。もうね、これはもう今さらもう言わずもがなというところはありますよ。はい、はい、ね、新八角形状を取り揃え、取り込んだこれね、強振モデルということで、はい、実際、まあ、はい、発売、まあ、販売から、4ヶ月5ヶ月経ちましたか。はい、4ヶ月になります、はい、無事立つことができましたが、はい、まあ、今はねちょっとこうほんのりこうニコニコとされてますけれど、笑顔の素敵な田中さんなんですが、この後ちょっとね私の質問で、笑顔がなくなっちゃうかもわからないんですけれどちょっとねぶっ込んだことをお聞きしたいなと思ってて、はい、というのはやはりね私の視聴者の皆さん、まあ皆さんすごくね興味を持たれてたくさん購入された方います。一度に社長6本買いましたよ、一度に4本買いましたと、そういう視聴者さんもいるんですよ、つわものの視聴者さんが。どうですか、ありがたいことでしょう、はい、ありがたいです。あの購入されているその皆さんにメーカーさんの方から一つそうですね、あのお礼のお言葉をいただきたいですよ、お願いしますよ。はい、この度はあの数あるラチェットやガチャメガネレンチの中から弊社の商品を選んでいただき誠にありがとうございます、はい、私たちあの商品は職人さんの声やお客様の声から作らせていただいておりまして、そのお客様からうちに言葉いただけるととても嬉しくなっております。今後ともよろしくお願いいたします。はい、お願いしますということで、はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。どうですか、決まりましたか。はい、決まりました、はい、もう皆さん喜んでると思います、はい、そしてですねもうズバリ行こうと思うんですけど、はい、今まさにその笑顔です。その笑顔がねちょっとねこうなくなっちゃう可能性もあるんですが、はい、まあねとはいえもう発売から販売から、はい、まあ、4ヶ月、まあ、5ヶ月約5ヶ月経った今ですよ、はい、実際、マストツールさんの方に、クレームであったり、はい、例えばまあ賛否いろいろあると思うんですが、はい、どうなんでしょうそのあたり、もう直接これはもう忖度せずに、はい、私今目の前に、ね、田中さんの目の前にいますけれど、はい、もうそこはね忖度せずにですね、はい、この動画をご覧になられている皆様、そしてね、はい、マストツールファン、そして強振ファン、はい、このね強振、モデルの、ラチェットファンの皆様にですよ、はいはい、これ気になるところですよ、はい、なので実際どうなのか、そういうクレームがあるのかないのかっていうところズバリ、あるのかないのか、ないです。ない、はい、皆さん聞きましたか、あの田中さん、はい、これね私の視聴者さんたち、はい、まあ、購入された方たちっていうのはもちろんそうなんですけど、購入されまだね購入されてない方はやっぱりいろいろな角度からあのコメントをいただいてます。質問もたくさんいただいてて、意外と多かったのがやっぱりその何でしょうね、皆さん、うん、心配されていたその購入された今度方たちがどういうことをおっしゃってますかっていうことを知りたがっている人たちがたくさんいたんです、はい、でそれを本当にねメーカーさんの方に、聞こうと今日思ってて、はい、で実際私の方にもそういったそのクレームというものが来ていないんです、はい、もう4ヶ月5ヶ月になりますよ。でメーカーさんの方にも実際届いていない。どうですか皆さん、はい、あの嘘はダメですからね嘘はついてありません。いや本当にこれ教師あのガチでやってますし、はい、もうもちろんね台本などないんでね、今もうアドリブでやってる最中でございますよ、はい、
本当にクレームはないということで、はい、よろしいですね。はい、どうですか。はい、やはりねこれはねもう本当にねこだわり抜いた極上の一本と言っても過言ではないわけです。はい、本当に私こだわらさせていただきましたから。はい、なるほど。はい、せっかくなんでね、はい、そしたら田中さんの方に、まあ、メーカーさんの方からそうですね、ちょっとねこの良さというか、はい、一つ何かこのプッシュ、プッシュ、ワンプッシュしていただきたいんです。よろしいでしょうか。はい、はい、意味伝わりました。ワンプッシュ大丈夫ですか。大丈夫ですか。はい、まずこちらですね、はい、まずこの八角形グリップ、はい、やっぱこれやっぱり持っていただくと職人の方たち皆さん誰もがやっぱり持ちやすい、うん、あ持ちやすい、ちょっと重さはあるんですけど、うんうん、その重さもこう使うときにこの使いやすくなるような、はい、重さがありますので、ええ、重さは絶対気にすることなく、うん、持ちやすく作業効率がいい商品になっております。なるほど、はい、お作業効率がいい、はい、いいですね。はい、このあたりもちょっと面白いんですよね、はい、その辺もちょっと教えていただきたいですね。こちらは修理対応ができております、はい、修理対応ができている対応、はい、修理対応させていただいておりますので、はい、半永久的にこちらのラチェットを使うことができます。おなるほど、はい、ほうほうほう。そしてですね、まあ、この辺ですね、メーカーさんに伝わってますかね、私のこの熱いこのこだわり、はい、はい、何でしょう。太くさせていただいておりまして、はい、太くさせていただくことによって、はい、はい、何なんでしょうか。番線とかを、そうです、10番線12番線はまあ言っても、うん、まあ、まあ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 締めれるでしょう、まあ、8番線ともなればやっぱりその何でしょうね、10番12番を締めるようなわけにはいかないわけですよ。つまりちょっとした力も必要になってくるわけです。はい、そこでちょっとここを太くすることによって少ない力で8番線もまあ回せる、まあ、これはねもう現場で本当にね、締めてもらうのが一番いいんです。はい、はい、もうそういうところも営業の歌い文句として、はい、もうバチッと言ってあげてください。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、田中さん、はい、今日は共振インフォメーションの撮影にご協力いただきありがとうございました。ありがとうございます。はい、とは言ってもね、やっぱり今回、まあ、あのビバホームプロ日高店さんのお店の中で、はい、まあ、外がちょっと雨だったというのもあるんですけれど、はい、このようにね、事前即売会を成功させることができましたというところで、はい、どうでしょう、あのマストツールさんもしくはね田中さんの方から、はい、このビワプロ日高店さんの方に、はい、お礼などしてみてはいかがでしょうか。はい、はい、ビワホームプロさん、はい、このメガネレンチ、ラチェットレンチを導入していただいております。で、商品として YouTube とかでも撮っていただいたりして結構宣伝活動とかもしていただいておりますのでありがとうございます。はい、それではね皆さん、また次回もビワプロ日高店さんでお会いしましょう。ご安全に。ご安全に。